いろいろ聞かれはいますけど、そこまでなんか、ただ遊びに行きますとかっていう感覚だとちょっとわからないですけど、一応ここに行きますと、ホテルここに泊まりますよっていうのさえ、しっかり明確に伝えることができれば、そんなにすごい、思ってたよりほど、入国審査が厳しいかなというふうなイメージはなかったですね。で、もう国内の中でも別に移動ができないとかってこともないですし、ほとんど今、ウーバー、レンタカーで国際免許も持ってきてるんですけど、ちょっとまだちょっとこの交通事情慣れてないので、今日のほとんどウーバーとか、イエローキャブというか、タクシーだったりとかの移動が、僕はちょっとほとんどなんですけど、まあ、ウーバーがすごく、あとグラブとかですね、そういったシェアリングの、まあ、自分の持ってる車を、後ろに乗せてですね、タクシーみたいな形で。日本の場合だと完全に、配車、まあ、ディディとか、ウーバーとかもそうですけど、完全にタクシー会社さんとの提携なんで、完全にタクシー、を呼ぶみたいな感覚だと思うんですけど、まあ、一般の方がですね、持ってる車を、こう、シェアリングさせていただくので、全然値段的にも全然安、あの、タクシーよりは全然やっぱ安いですし、まあ、案外、こう、まあ、場所にもよるかもしれないですけど、すぐ捕まるし、変なとここうね、道行ってとかっていうこともしないので、もうマップとかも全部出ていて、ここに行きますっていうのだけ、特に乗ってから細かい説明する必要もないので、ね、お金の決済とかももうその時点でクレジットカードで、全部登録した時、金額で大体こうつきますから、そんなにはね、簡単に手軽に使えます。で、まあ、あとそのシェアリングっていう部分で、まあ日本、他の海外とかでは結構もうね、流行ってると思うんですけど、キックボードみたいな、あのエンジンがついてる、ミニスクーターみたいな感じになってるんですけどね。ちょっと時間長く乗ると、結構高額にちょっとなっちゃうかもしれないですけど、ちょっと乗る分にはですね、普通のシェアリングのバイクというか、自転車のやつよりは、まあすごい楽に移動できるアプリがあったんです。それを試してですね、ロサンゼルスにいた時に少し今、何回か試したんですけど、まあ、すごい快適ではあるんですけどね、ちょっと距離、道わからないとこはやっぱ走りますから、初めて行くと。ちょっと時間かか、その最初戸惑ったり手続きとかでこう、どうやってやったらいいのかなとかってやってるうちに時間が過ぎちゃいますから、結構慣れるまではですね、まあ、ちょっと金額的には本当に短い距離乗るんだったらすごい楽ですけど、すぐね、10ドル、20ドル行っちゃいますんで、値段的な部分に関しては、それはある程度こう使い方次第なのかなっていう感じは受けました。あとはそのシェアリングの、まあ、自転車ですね。もう場所によってはいくつかこう置いてあったりしますんで、そういうのを使いながら、まあ移動は、できる限りしてはいます。あとはその、高速バスというか、バスあたり、あと、こっちに来たのも飛行機、中でです、国内の飛行機とかも普通には走ってますので、それが、全くこう、隔離されてて、移動できないかっていうと、そんな感じでも全然ないですし、こちらに来て、なんかすごいこう、厳重に管理されるかっていうと、そういうことでも全然ないので、ホテルも今ここ、まあ、下こう、今こう、ここはちょっとラスベガスなんですけど、こう上からも普通にプールが、どこのホテル行ってもほとんどプール付きのところなんで、ここちょうどプールがこう、下に見えるところの部屋なんですけど、まあ、リゾート地みたいになってますから、まあ、アジア人はそんなに、まあ、すごいたくさんいるかどうかはちょっと、あんまり会ってないんで、日本人は本当見かけたのが、こう、別に話したわけじゃないですけど、数人ぐらいです。まあ、なので、そんなにはまだ会ってないですかね。ただ、ロサンゼルスにいた時に、リトル東京とかの方にはちょっと、日本人の方何人かいたかなっていう感じで、他はあんまりまだ見かけてない感じですね。はい。まあ一応こんな現状ではあります。あとはそのシェアリングのアプリだったりとか、やはりちょっといろいろな情報が、あるかと思うんですけど、まあ間違った情報とかですね、あとその、日本にいたらなかなかこう、実際のところいろんな情報を聞いた情報をみんなこうなんか、インターネットとかで流れているものをですね、こう、得ている人たちが多いとは思うんですけど、実際実情、現地にいて、現地でその場でこう、リアルにの情報を得ないと、
なんかこう、YouTube とかもそうだと思うんですけど、こうクリエイターさんだったりとか、動画、こう、うまく調整してくれる方とか、今、非常に多いとは思うんで、綺麗には見れると思うんですけど、実際それが正しい情報なのかどうかっていうのは、まあ、実際現地の方で、実際こう、活動してる人の情報の方が正しいと思いますし、あとその撮っている、元になっている情報ですね。僕はちょっとアメリカの方の、情報をもともとずっと撮ってましたから、そういった部分で、元がどういうところの情報なのかなというところを元に、しっかりこう、判断されたらいいんじゃないかなと思います。あとはその健康管理の部分に関しては、まあ、ほとんどもう自分次第だと思ってますから、コロナウイルスがどうとかっていう以前にですね、自分でしっかりこの健康の管理をするということが一番大切なことだとは思います。どこは、